どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続きをやっていきましょう、ヒストリーオブパシフィックを1939年9月14日いきましょう。これ最初導入がいいよね。用途1、1用途、援護支援機としての敵の、援護戦闘機としての敵の戦闘、軽戦闘機よりも優秀なる空戦性能、読めなかった。まあ、皆さん各自で読んでください。日本軍の進撃は成功し、敵は大陸を縁へ後退。戦争は小康状態が続いていた。1939年4月1日、内地では、日本海軍、日本海軍航空の新しい歴史が刻まれようとしていた。待望の新型高性能艦船、十二式艦上戦闘機がついに完成し、今まさに、早急へ飛び立とうとしていた。ほう。十二式艦船、試験飛行。十二式艦船っていう、最新鋭の機体。お、このカラーリングはなかなか似てる。なんか見たことがあるけどよく。で、行きましょう。はい。十二式艦船、戦闘機出撃します。下手になんか、ボムとか抱えない方がいいかもしんない。意外と、余裕がない。見てる。で、間違えてボタンを押しちゃって、つい、放っちゃうってなったら、お、これより試験飛行開始する。はい。最初に加速性能の、テストを行う。わかりました。前方飛行中の陸航へ向けて、一式陸航、じゃあ、96式陸航、陸上攻撃機か。OK、ダッシュ。とりあえずこれアクセ、もうフルスロットルで前に進むしかないよね。ちょっと今マイクがずれました。ごめんなさい。時速今460キロいったね。いいね、いいね、いいね。速さだね。トドのつまり、そのスピードあと、旋回性能みたいなもんは、やっぱりもう考えてなきゃね、ダメだと思うんだよ。ほいほい。着実にちょっと距離近づいてきたね。いいぞ、いいぞ。弾出るこれ。お、いいね。4門ある。素晴らしい。そして470キロ到達しそうだね。いいじゃん。5、おーっと。意外と、あれだな、なんかちょっと今までのなんか使ってた機体とはちょっとやっぱ違うね。やっぱ感じますわ。うん。いいじゃん。こういう高性能とか俺なんかハイスピードとか俺いいわ。よし、基本性能はまずまずだなと。はい。そして、攻撃したらダメか。次は上昇だ。上空飛行中の目標へ近づけ。あれか。上昇性能。いきます、このまま。フルスロットルで。何キロで上がれるかだよね。これでこのまま。はい。さあ、今、スピード上げております。なんとか。ちゃんとあれだね、ALT っていう、いわゆるなんだろう、もう、こんな上がってきた。うん。高度2800。あとはこれで追いつけばいいわけだ。スピードで。よし。出せ出せ、アクセル。アクセルじゃない。アクセルって言わねえな。いけいけいけ。これ強いぞ、十二式艦船。これ、十二式艦船っていうのは、いずれ、何か、あれにつな、まさかと思うけど、ゼロ戦につながるのかな。その、十二式艦船が、後々、いわゆるその、零式艦上戦闘機、通称ゼロ戦に、だから前哨、なんて言えばいいのかな。ご先祖様的な感じなのかな。ちょっと、やべえ。ずれてきた。なんかそんな感じしてきたけどね。違うかな。だとしたらロマンだよね。あのゼロ戦が、の元がこれで、なんかどんどん改良してってみたいな。ゼロ戦だって一種類じゃないもんね、多分。なんかそんな気がした。なんかそんな、ありましたよね、確か。まあ僕も今すごいふわっと話しますけど、ない知識をなんとか引っ張り出して会話してるんですけども。もう、そうだ、96式艦船近いね。もうここまでたどり着いちゃう。よし。上昇性能も申し分ないなと。やったね。さあ、そしてどうすんの？お！すごい新型機体が俺の敵じゃないぜ。96艦船。96式の艦船が勝負を仕掛けてきた。オッケー。予定では模擬空戦を許可する。ほう。あ、やっぱ早い。違うわ。うん。96艦船ってさっき俺が使った機体だけど、さっきというか前回ね。全然違うわ。
スピードがもう、もうこんな背中後ろついちゃったよ。命中。明らかに違うね、旋回性能、スピードともに全てにおいて上回っている感があるわ。あ、こいつうまいかも。やべ、プロだ。いや、でもあった、後ろについたと思ったが、スピードで追い越しちゃうやつ。うわー、今危ねえ。今何、今乾杯な、すごい期待だな。撃墜成功。え、その期待の限界を見せてみろ。またなんか嫌がるよ。すべての期待に勝利せよ。5-1か、いい勝負すんなおい。ただ多分このね、変態飛行の間に何発ぶち込めばなんか当たるはず。よし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 、いいぞ、今の2機やったぞ。固まってるところにとりあえず機銃ぶち込めばなんとかなるでしょうっていうね、この野蛮な発想、狙うなんて考えちゃいない。ちょっとこれスピード落として旋回を伸ばす。旋回性能、スピード上げちゃうとどうしても相手の機体を追い抜いちゃうんだよね。おい、で追いかけるときはもうあのマックスのスピードでっていう感じでいきましょう。いた、さあ出てこい。いた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 、よーよーし。そして最後の一機か、これが。こいつがラストだったらいける。多分いける。怠慢でも弱いんだよな、俺。いつもそういう、ちょっとそういう時は、だいたいもう、一旦引き離す。距離を取って。で、急に旋回してヘッドオンに持ち込む。これが俺の戦法。来た。ほらね、あ、やべ、チクった。うまい。俺が狙いを定めるうちにやりやがったな。よし、見えた。見えたが、スピードが。ちょっと少し、あれだな。エンジンちょっと、ゆっくりめに、行こう。で、追いつけ。来た、来た、見えた。うーら、当たれ。よし、手追い、チャンス。あー、怖いな。衝突の可能性もあるからな。それだけは気をつけないと。結構あるんだよな、そういう確率。あ、可能性のレベルですけど、いた。いやー、当たれ、当たれ、当たれ、よし、撃墜成功。明らかに違うね。うん、コンプリート。やったぜ。これはいちいちリプレイ見なくていいかな。最初だって普通に飛行してるだけだから、試験飛行で。いや、何か未来が見えた。明らかに違うもん、今までと、その、機体性能的なね、感じだと。そこと比較すると全然違うから、これあるかもしんねえな。これから使うってなったらかなりワクワクだぜ、これ。ほい。お、いいね。獲得機体獲得。セーブデータ。はい、セーブ。上書き。よいしょ。どんどん行きましょうよ。さあ、そして、次回だね。次回。1940年、ついに40年代、5月13日。日本軍奥地爆撃を開始。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。エイでした。またね。またな。逆もありだね。声高めだね